志保と申します、はい、で子供が若菜2歳です2歳で和楽1歳です。出産した時になかなか出てこなくって、赤ちゃんってこう回転しながら生まれるらしいんですけど、この子もパンって出てきたから、まあ、それが原因かどうか分かんないんですけど、もう左がもうペチャンってへこんだまま出てきたので、やっぱ頭の形が一番最初の悩みで調べました。本日の撮影、赤ちゃんと子供と、はいはい、どうぞーって、こっち結構ね、ギャン泣きなんですよね、見てもらいふな先生、お願いします赤ちゃん生態、はい、無事、泣かずに今いますけども、ね、もうオープニング撮る前からですね、もうてんやわんやの所業でございまして、やっとここまで来まして、あの今から施術を受けるんですけど、はい、ちなみに何が最初お悩みで、うん、まあ、先生に来られたのか、うん、なんかもう頭の形が尋常に変すぎて、尋常なんか左がすごいへこんでて、こっちがへこんでて、そうですそうです、ですごい長くて、頭がベーと長くて、このまま男の子やったらやっぱり野球するとかやったら坊主になるかもしれへんしと思って、ちょっとネットで調べて先生のところでお願いしようかなと。もう何回か来てるんですもんね。そうですね、もう今14回ぐらい施術を。え、今日は何しに、今日はその続きの施術を、はい、やります。骨格の状態からちょっと頭のそのへこみのところ、前の矯正でだいぶ良くなっていらっしゃるんで、さらにちょっと形が良くなるように、はい、今日は見させてもらいます。頑張ろう、頑張ろう。それ見ながら今骨盤の状態を、この動きがあるかないかをちょっとチェックして、そうするとこの副交感神経とかっていうのはね、仙骨のところにあるので、はい、まあ、便秘とか生殖器系の問題とかそういうのも全部見ながらちょっと治療していくような状態ですね。それで問題があって動きがないなと思ったら、そこを矯正していくような形になります。動きを見ていきます。これは誰でもできるの？いや、なかなかやっぱり難しいんで、やっぱり本当にちょっと我流でやったりとかするのは本当にちょっとやめてほしいな。身を見まねでやるのは本当危ない。やっぱ過去に子どもの生態ってやっぱ事故になったりとかしてるんで、やはり僕も学校に6年間入ったりとか、自分の師匠たちに10年ぐらいついて勉強をずっとしてきたので、やっぱりちゃんとそれを学んで欲しいなと思いますし、今うちもね、こういう生態のセミナーとかで赤ちゃんとか子どもとか妊産婦とかもみんな見てますけど、そういう勉強をね、ぜひやってもらいたいなと思いますね。はい、はい、じゃあ、よっしゃ、いけるかな、いけるかな、よいしょ、頑張り頑張り、いける、あらららやばいや、痛いの、痛くはない、痛くはない、痛くはないんだね、痛くはない、痛くはない、ちょっと人見知りも入ってるから、ね、そうなんですね、先生の多分手術画とかではないと思うんですけど、うん、これ何見てんの、これ今頭蓋骨の状態で、今触ってみて、こっちのへこみがちょっとだけあるんですよね。でそのへこみのところを今矯正するのに、右手と左手でバランスを取りながら矯正をしていくような状態ですね。筋膜とか頭蓋骨の中の硬膜とか膜を使いながら、全体の頭蓋骨の変形を直していくことができるんですよ、ね、はい、もうちょっとでおしまいになるよすごいてんやわんやでございますよはい、てんやわんや。これほっとくとなんか大きな病気とかになるんですか？一応ね、言われてるのはやっぱ学習能力とか運動能力とか、やっぱ自律神経系に問題が出やすくなったりするんですよね。え、チックとか？そうそう、チックとか自閉症とか、そういうのも全部関係するんです。あとなんかあれでしょ、夜泣きとかも。あ、夜泣きも そうですね、全部神経の問題なんで。そうですよね、そういうのも全部関係してきます。 OK、 おしまいです。じゃあ終わった、頑張った、終わった、終わった、さあ、次は次、若ちゃんに寝れようか、出てきて、あ、偉いよしよし、偉いぞよっしゃ、じゃあ、もろもろこっから本番みたいなことでいいかな何歳ですか？何歳？2歳、うん、2歳ね。若菜ちゃんはどうだったんですか、そのお悩みというか。
メインは弟だったんですけど、はい、一緒に来た時に、まあ、先生に見てもらった時にやっぱちょっと何でしたっけ最初右側の頭のへこみ正面から見たらこんな感じです。その一番下のところのへこみがちょっと大きくて、でそれでちょっと口の受け口とかそういう歯の問題とかもちょっと出てらっしゃったんで、目の大きさもうち全然違うくて、そうですね、最初目の大きさも全然違ってて分かっちゃうか、そうなんですよ、今は全然多分先生のおかげで左右対称なんですけど、えおっぺたの位置とかもちょっと違ってたりとか、ちょっと目の大きさ、ちょっと質問ですけど、はい、松本先生の回しもじゃないの、ね、歯並びとかも全然変わってくるの、赤ちゃんの時は頭蓋骨の状態によって歯並びが全部変わっちゃいます。ちょっと説明しますね。頭の上の方がこうへこんで悩んで来られる方がすごく多いんですけど、頭がへこむということはやはりその分頭蓋骨も中で圧迫を受けるということがあって、 MRI とかですね見てみると中に本当にへこんでらっしゃるお子さんとかいらっしゃって、それに伴って顔の変形が起こって片目がちっちゃくなったり片目が大きくなったり、ほっぺたの位置がずれたり顎が歪んじゃって歯並びの状態が変わっちゃうっていうケースがあります。それでちょっとずつこの顎の状態とか、はい、こうその位置関係を変えるために頭蓋骨の調整を。ああ、ごきげきょん。もうお菓子何食べたらそんな口まじめて。本当に。なんだろう、流星。はいはいはい、タバコ。痛くない？頭痛くない？これちっちゃな動きの中でやっぱその骨自体も多分普通に触っても何かわからない人たちが多いと思うんですよね、うん、それを無理やりこう力技でやろうとしてしまう先生たちが多いので、そうじゃなくて力でやっぱりやるとその分反発して骨動かなくなるんですよね、余計に変形してしまう。だからうちの場合は力技で一切やらないっていう、柔らかくなってくると内側に頭蓋骨の中に脳みそが入ってるんで、はい、その脳みそが勝手に頭蓋骨を膨らましてきてくれるんで、そういう力を使いながら施術を普段はしてます。頭蓋骨の中っていうのはもう脳っていうのは人間の体の司令塔なんで、その司令塔を入れてる頭蓋骨っていう器なので、ね、そこが一緒にやっぱり頭が変形するっていうことは脳の中も変形してる状態なんで、そこをちゃんと直してあげるのが一つ大事かなと思います。正常にしてあげる、うん、出産って 95% 以上の赤ちゃんが頭の損傷をするっていうふうに言われてるんですよ。切開とかほとんどだから産道抜けてくるときに狭いところ抜けてくるから骨盤で引っかかっちゃって、それで圧迫を受けちゃうんで、でそれをちゃんと頭蓋骨を治してあげるっていうことが一つ。赤ちゃんっていうか子供の時のケアっていうのはすげえ大事なんですね。大事ですね。だからアメリカとかではオステオパシーのこういう当該の歴史は120年ぐらいなんで、それぐらい手技でできる範囲っていうのが結構格段に多いんですよね。僕らはこの頭だけを見るわけじゃなくて背骨の状態も全部神経なんで、だから歪みの状態も一緒に見てあげると結果的に脳の働きが良くなって、で筋肉の状態も良くなるんで、筋肉によってもこの頭蓋骨を引っ張ってくれる力が出てくるんで、そういうのを使いながら頭だけの矯正ではなくてお子さんの本当の原因の部分を探してやります。だから病院で頭が上がへこんでるって言われても僕らから触ったら全然違うっていう判断になるかもしれないので、頭蓋骨ヘルメット治療、はいはいはい、あれはどうなん？あれはあれで悪くないと思うんですけど、うん、あれで実は正直うちにもヘルメット治らなかったって1歳半ぐらいになって来られる方もいらっしゃるので、頭の上がへこんでたとしても、うん、下からへこんでるっていうことがあるんですよね。ちょっと説明しますね。頭蓋骨がへこんで、うちの場合だとよく見るのはやっぱり上の方が右がへこんだり左側の方がへこんだりして来られる子が多いんですけども、よく見てみるとやっぱり頭蓋骨の下の方から後頭部の代行って言ってこの脊髄の神経が出ていくところからこっちからへこんでしまってて、結果的に上の方もへこんで見えてしまうっていうケースで来られてる方が非常に多いかなと思います。で、うちはヘルメット治療とはちょっと違ってて、骨が柔らかくなることによって内側から脳みそがぐーっと押す力が出てくることによってへこんでる側の方を膨張させていくっていう施術をやってます。まあ、これが、オステオパシーとか、私がやってる整体とかの考え方の一つで、無理やりこう力技で何かやって変形させるっていうことはしないようなやり方です。ああ、そうかそうか。ヘルメットはここなんですよ。
上だけがへこんでるように見えるけど実際には下からへこんでるってことがあるね。で病院で見てるのはだいたいここら辺だけなんですよ、うん、で僕らが見てるのは下から全部見ててここは絶対手技でしかできないと思うんです、はい、あもうちょっと頑張ってみよう、もうちょっとやってみよう、もう最後になるからね、最後だ、うん、ちょっと待って、もうバカちゃんもうちょっとご機嫌じゃん、よし、結構本当に子供たちは自由にしてていいんですね。あ、そうですね、もうその動きについていって問題点を僕らが探っていくんで、なんかピシッとしておく必要は全くないです。だから泣いてようが座ってようが何しようが治療はできますんで、すごくねこう赤ちゃんの治療って本当難しいので、僕らも大人がきちっと矯正できた上で、その上に赤ちゃんの治療があるんで、やはりちゃんとそこの触診とか検査とかがちゃんとできるようになってから、やっぱり赤ちゃんの治療はやってほしいなと思いますね。おしまい。